なんかムカついたんで辞めるのやめました。その代わりウリュウさん、私のわがまま聞いていただけますか。いろいろ便宜を図っていただいて心苦しいんですけど。四つのわがまま聞いてほしいの。千秋直美、一つ一人でやるから、二つシンプルに給料を上げて、三つ託児室を別館じゃなくて本館に設置して、急がないで。わかるけど、最近の若い子はタブレットで育ってるし、上層部はペーパーレスを推進してくれって。その上層部が対応できてない。台本は紙でくれ、映像資料は DVD に焼いてくれ、その度に私たちの仕事が増えるんです。5つランチは最低1時間保証して。4つって言ったよね。6つシフトは仕事を覚えてからにして、7つタレントの楽屋挨拶はなしの方向で、8つやる気をそがない。ワンちゃん、多少残業になっても部下の企画書を読む時間くらい作ってください。それぐらいの融通、計らい、遊びがないと面白いものなんか生まれません。ときめく時を TBS。